救難隊は1958年3月より航空自衛隊に設けられ、捜索・救難機を用いた救難救助を専門とする部隊。活動エリアは陸上、海上の区別なく行われ、要救助者の所属に関係なく、アディスと呼ばれる防空識別圏までも含めて多機能に救難活動を行う。救難隊の部隊名は、 基地の所在する地名をつけて表され、所属する救助隊員はメディックの故障で知られている。千歳救難隊救難隊は、上部組織の航空救難団司令部、飛行軍本部より、指揮監督を受けて、主に自衛隊や在日米軍で発生した航空機の墜落事故などでの機体、乗員の捜索救難、救助活動を主な使命とする。海上保安庁、警察、 消防が出動困難な場合や救助困難な会場での海難事故、航空機事故、山岳救助、急海空輸、大規模災害の災害派遣などへの対応でも数多く出動している。これらの救難隊には衛生兵を意味する通称メディックと呼ばれる救難員がジェット救難捜索機や救難救助ヘリコプターに搭乗しており、日本国内でも 連度の高い航空救難組織の一つである。このため救難活動における最後の取り出とも呼ばれる。民間航空機の遭難にあたっての救難隊出動は国土交通省航空局の東京空港事務所長が一義的な災害派遣の要請権限者になっており、救難区域司令官への要請があれば直ちに航空機事故に対応している。このように救難隊は 軍事的な側面だけではなく、民間人の休館運送や、救難救助はもとより、気象実験、地震発生時の偵察、火山活動の観測などと、航空自衛隊の民生協力や民生支援としては、大きな役割を担っている。なお、空自の救難救助ヘリコプターは、空中給油用の自由プローブを取り付けた機体も、あり上救助にも出動しているが、 要救助者の要件や状況により海上自衛隊の救難飛行艇を装備した救難部隊が洋上の救難に当たる場合もある。救難隊設立の経緯は航空自衛隊の創設に深く関係したアメリカ空軍のエアーレスキューサービスをモデルに1958年3月に浜松基地で臨時救難航空隊が設置され、同年10月には救難航空隊となり、 1964年に各地域の救難文献隊が救難隊に改編され、現在至っている。上部の組織は、1961年に救難航空隊が拡充され、航空救難軍となり、1971年、航空救難軍がさらに拡充され、航空救難団となり、1989年に新編された。 航空支援集団の霊化になったが、2013年3月の冷蔵外により、航空救難団は航空総体霊化の部隊となり、航空自衛隊の災害派遣や有事の際の主力部隊としての一元運用が強化された。1963年から1969年までの6年間だけ、民生協力として首都圏や伊豆諸島方面を中心とした救難救助や、 急間輸送を任務とする特別救難隊が陸、海、空の三自衛隊で編成され航空自衛隊は入間基地の入間救難文献隊が参加した入間救難隊は1968年9月に救難任務を解かれ同年10月に廃止された特別救難隊廃止の背景には 1965年の百里基地に百里救難隊の新編や東京消防庁へのヘリ導入よる東京消防庁航空隊創設があり、1967年より東京消防庁航空隊は特別救難隊任務の一翼を担う形で東京都市圏での活動を開始した。その後も海上自衛隊立山航空基地の第101航空隊による伊豆諸島、 小笠原諸島方面の急艦輸送は継続され、現在では、救難飛行隊から航空分権隊となった救難部隊が主に行っている。陸上自衛隊では1973年から航空自衛隊が破棄地に置かれた第101飛行隊があり、現在は第15ヘリコプター隊として南西諸島方面で同様の任務についている。防衛省航空自衛隊では、 救難対応の次期救難救助ヘリ選定で、K-101 や EC-725 が候補に上がったが、UH-60J と呼ばれる、シコルスキーのライセンス生産である原油機を改良した機種が選択された。K-101、EC-725 は、共に大型ヘリコプターで、K-101 は、海上自衛隊では、機雷送回帰や輸送ヘリとして、 故障違いの MCH-101 を使用している。EC-725 はフランス空軍などが主に人員輸送や救難用途に使用している。ありがとうございます。